スーファミ版のサイバーフォーミュラ。92年シナリオフリー GPX。 ああまだこの時代パスワードですか。嘘、ちょっと遅れてるな。プレステ2版は面白いけどね、スーファミはやってねえな。前にプレステ4版やったんだけど、淡白なレースゲームだった。アスラーダ、藤岡クオリファイ、予選ですか。藤岡予選。どうだろう。全然やり方は分かんないぞ。5周6位。いやポール取るよ、ポール。はい、もうちゃんとキャラが出るじゃん。見下ろしだ。ファミリーサーキットだ。結構苦手なんだよな俺、見下ろし。うわ難しい、早っ。これなんか変形とかあんのかな、ボタン。難しいなおい。こんな走れる。あ、バツボタン押すとターボがかかる。可変しないのかなこれ。慣れだなこれ。うわすげえ、ハンドルがオーバーステアだ。これかさっき言ってたステイリング。すごいね、コーナリング癖があるね、これ。右押してもすぐ右曲がってくんないんだ。なんつうんだろう、なんだろう、スライド。なんつうんだろう。F1 と違うな。フジテレビの F1。 あ、400キロは出てんだな、ターボ使うと。ちょっと慣れてきたけど、こうやってこういうふうに滑っていっちゃうんだよなこれ。あ、ターボ使うの忘れてた。軽く左押すとボタン押さなくても曲がっていっちゃうんだけど、やっぱこれからスーファミじゃねえや、プレステってやっぱすごいな、やっぱ次世代機だな。プレステ2か。全然違うんだ。これ予選長くね、これ何回走ってたっけ、6回だっけ。わー、滑ったー。あ、リタイア。くぅ。あ、でも6位だよ。ちょうどじゃん。新庄、森、園、亀井、
田中。この頃はまだナイトシューマッハじゃないのかな、いないのか。ハヤト、もうすげえ、アニメーションはこんなリアルだ。わあ、マクラーレンホンダがいる、セナがいる、マルボロマクラーレンがいるじゃないですか。ほら、あれが乗りてえ、あっちが乗りてえ。うわ、難しいな、抜くんが難しい、抜くんが難しい。当たり判定あんのか。おお、すげえ、ドリフトだ。ほら、やべえ、 LR でドリフトだ。見下ろし画面でドリフトって難しくねえすかね。難しいって。いや、使わない方がいいか。普通のハンドルでもこんな手焼いてるっつうのに。うわ、ちょっと使ってみようか。ああ、一応ブレーキは同時にかかってるんだ。あ、これドリフトを極めた方がいいのかな。いやー、難しい。やべ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 、ドリフト使わない方がいいな、これ。すげえ、オイルが漏れてるみたい。あ、マクラーレンだ。普通の F1 マシンだから遅いんだろうか。あー、接触、やべえ、プロストって言われそうだ。っていうか、鈴鹿でプロストとセナがぶつかって30年経つんか。ゾッとするな。嘘だ。抜く、セナを抜いた。やっぱ旧型だから遅いのかな。だいぶ慣れてきたけど、これドリフトは難しいぞ。ああ、やべ、マクラーレンが来る。うわあ、ああ、なんだなんだなんだ、やべやべやべ、ピッタ入った、ピッタ入ってた。あ、でも入った方がいいか、パワーが回復した。タイヤじゃなくてパワーなんだ。ラスト3周。あれ、セナ行ったか。マクラーレンはどうした。マクラーレンは来てないのかな。これもっとさ、なんつうんだろう。あ、抜かれた。あ、いた、ここにいるんか。あー、これもうちょっと操作性よくできないのかな。なんか右押してもすぐ右曲がんないんだよ。こうやって車が横に滑ってから曲がり始めるんだよ。だから早め早めにハンドル切んないと。滑ってからギューってこう曲がる感じ。これだ、これなんだよ。一回押すと、一回カチッと押すと横にこう行くって感じ、勝手に。いたぞ、マクラーレン。オーバーテイク、オーバーテイクボタンも。あれ、俺10、あー、滑った。あー、セナに行かれた。俺まだ8位。あ、ブースト使うとパワーが減るんだ。今更知ったよ。順位上がってないよ、こいつ抜いても。俺周回遅れってことじゃないよな。あー、危ない危ない危ない。2台抜いてるんだけど、これ
やばい、もうパワーがない。ぶつかったらアウトか。やべ、ぶつかる、ぶつかる、ぶつかる、やめてやめてやめて。あっ、ガス欠だ。最悪や、ファイナルラップでガス欠だ。あ、これ普通に走ってても体力減るんだ。マジかー、めっちゃむずい。今の成績で優勝することはできない。残念だがここまでのようだ。